次は一体どんなんだろう。儚くも激しくも散ったら想像を超えるような顔を過ごしていけるかな。そうやって自分に言い聞かせたんだよ。頭の中では分かってんだよ。歪んだ心の持ち主、いつだって全力で頑張ってるよ。道の攻めと遭遇して、よどんだ地球を真上から洗い流して、何を思うのかな。いつだって全力で笑ってるよ。閉じたエゴイスト、いつも俺を見ておくれ、いつも俺を見ておくれ。絶対的に読んでてもお前のことを分かってるよ。だから知ったら、僕らの死に際は一体どんなんだろう。